というようになったとか、昔は浮き木から欲しいのことを花と申しましたので、
ツアーでは歌舞伎のお盆も飾っております。こちらは今年3月の3月花の歌舞伎公演で上演した中心広がる姿で実際に使用したお盆の地図です。京都山島に実際にある大石神社が舞台となっている場面です。こちらは繊細なものですので絶対にお手遅れになりませんようお願いいたします。ある乱漫の京都の雰囲気を感じながら、また普段は客席からしかご覧いただけないものを間近に感じつつ、本日の大変をお楽しみいただけましたらと思います。それでは皆様、お足元をご覧くださいませ。大きな円の詰め込みがあると思います。こちらは周りの大変に裏方用語では門と言われております。直径は13メートル18センチ。この周り舞台を回転させることで、後ろに飾ってある大道具を時間をかけずに大変感じたり、家の正面の場面から家の裏手の場面への時間経過をスムーズに見せることができます。それでは実際に周り舞台と競りを体験していただきましょう。まずは盆を一周回してみたいと思います。皆様、盆の中へお入りくださいませ。それではそろそろ競りを。
届かれたお客様は足元の印の位置へお戻りくださいませ。また朝のセリのお客様はセリが上がってくるときがシャッターチャンスになります。白い線の外側出られませんよ、内側でお願いします。お客様と同じ景色楽しんでください。それではセリを動かしたいと思います。案内さん大丈夫でしょうか。はい、お願いします。そろそろセリを戻したいと思います。足元の印の位置へお立ちくださいませ。案内さん大丈夫でしょうか。はい、ではお願いします。Thank you.
せるようお願いいたします。それでは皆様舞台でお戻りいただきましたので、最後に音調を下ろしていきたいと思います。それでは楽器ですので、私より後ろにお下がりください。どうぞ舞台に。前に出ないようにお願いいたします。音調のお手本はテレビから見ることができますが、裏側となると舞台に立つ役者さんや舞台で働くスタッフしか見ることができません。今日は一般のお客様がご覧いただくことのできない音調の裏側も特別にお楽しみください。ではお願いします。数多くの芝居小屋、劇場を案内するように消失してきた歴史があります。南側も令和ではございません。そのため本庁の裏側にはこのように機能用心が多く掲げられています。ちなみにこの本庁は消防員や産地隊より平成23年に寄贈せられました。では再び本庁をかけますが、ここでちょっかという歌舞伎の演出をお楽しみいただきます。通常の幕開けはゆっくりと音調が上がり、お客様の目にもゆっくりと舞台が現れてきます。ちょっかと言いますのは、客席も舞台も真っ暗なままいつの間にか音調が上がり、そこへ拍子木の合図とともに舞台全体が明るく照らされ、お客様の目の前に突然華やかな舞台が現れるという印象的な演出です。この呼び方は格子木を打つチョンという音を合図に照明が一斉にパッとつくので、そのままチョンかと言われております。暗くなりますので、今お立ちの場所からは動かれないようお願いいたします。それでは歌舞伎の何者と一緒にチョンかをお楽しみください。お願いします。それでは以上で南座春の舞台体験ツアーを終了いたします。本日は誠にありがとうございました。それでは毎日より客席へお戻りいただきますが、一度出られますと舞台上にはお戻りいただけませんので、お気をつけくださいませ。それでは私に続いて間隔を空けてお進みください。ちょっと離れてただ愉快な私です。何でやねん、知ってるから、ただ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 
神戸駅から出たら、どこから入りますか。まばかれると危ないのでお気をつけください。Thank you.
新年生ちゃん新しい見えてるからですね Thank you.